芋の炊き合わせ部と湯葉、遠道と椎茸の炊き合わせ炊き合わせは日本料理において煮物の調理法およびその料理。炊き合わせ、煮合わせとも言う。複数の食品をそれぞれ別に煮ることおよびそれらを一つに盛り付けた料理。一例として旬が同じわかめとタケノコのわかタケ煮を取り上げる。タケノコは繊維が緻密で味がつくのに時間がかかる。一方、 わかめはすぐに味がつくが時間をかけると煮えすぎて溶けてしまう。時間差を置いて一つの鍋で煮てもわかめの濃い色がタケノコの淡い色に移ってしまう。また、わかめとタケノコが混ざり盛り付けに手間がかかる。そこでタケノコは時間をかけて鰹節を効かせたとさにとする。一方、わかめは別の鍋で短時間でさっと煮る。それぞれを一つの器に盛り付け、 山椒の木の実を天盛りにして、竹のことは亀の炊き合わせという一つの料理になる。素朴さを味わう田舎煮という料理があるように、これらの時間差か竹にも炊き合わせも優劣ではなく並立する料理である。ABC 工事園第5半、春の食材春、夏の野菜講談社 s b n 4から06から27135から9。 四季日本の料理春講談社 ISBN4 から06から26万7451から3四季日本の料理冬講談社 ISBN4 から06から26万7454から8ありがとうございます